みんな、お久しぶり侍。今回もアークやっていきましょう。前回の続きから、なんだよな。うん。まあそうだね、続きだよ。いやどう考えても前回と繋がらないのだが。ですね、なんと言いましょうか。前回と前々回の抑留捕獲作戦で地獄を見たじゃないですか。うん、確かに見たね。地獄。それで、この恐竜島の恐ろしさを痛感したのです。うん、それで戦力、防衛力増強を図りました。トリケラトプスを3頭、プテラノドンが1匹といった具合です。なかなかにガチガチだな。今後も大量にテイムして戦力増強を狙います。ただし比較的温厚な恐竜が多いです。肉食恐竜へのトラウマがあるのだろうか。そしてこの施設はなんだ？これは中継拠点と呼ばれる拠点の一施設だよ。中継拠点？当初私は拠点を3つくらい設けて北上していく予定でいたんだけど、もう少し東西にも拠点が欲しいなーって。特に前回さんとつくん含め私たちのデスした場所まで復帰するのが面倒だったじゃない？確かにな、あの移動は地味に面倒だ。なので当初の3つの拠点を本拠点とし、こういった不規則に点々と配置する中継拠点を展開していくことにしたんだよ。なるほど。もっとも、今いるこの中継拠点や前に紹介した第1拠点なんかもまだ未完成だし発展途上なんだけどね。じっくり開発していかないとな。拠点の方も、この中継拠点はまだこの施設しかできていないから、施設と恐竜紹介は次回やっていこうと思うよ。了解した。それで今回は例のやつを捕獲しに行くのか？そうなんだけど、その例のやつとすでに戦っています。おう、そのようだな。てかこいつ体から変なオーラみたいなの出てるぜ。これ、まずいわよ。まずいのか？これはアルファ種って言って、移動速度や体力値、攻撃力が頭おかしいくらい強化されてる個体なのよ。マジかよ、まさか中継拠点のそばで遭遇するとは。どっか行ってくれないかしらね。とりあえず人力さんが時間を稼いでくれてる間に逃げれたな。では改めて紹介。今回テイムしていくのはこちら。肉食恐竜、ユタラプトル。よ、来たな、我が宿敵。こいつはとにかく動きが素早く、群れで活動するのが厄介なのよね。遭遇自体はすでに過去の動画で何回かしてるけど、やはり苦い思い出があるわ。ただ、味方にできれば移動や戦闘でもいい感じの戦力になってくれそうね。そうだな、何としても捕まえたいぜ。それでは捜索開始。はい、ユタラプトルを発見し誘導しているところであります。プテラノドンめっちゃ便利だな。先に捕まえといてよかった。レベリングもしておいた甲斐があったぜ。あれ？こっちに来てないかしら。どうする？もう一度誘導しに行くか？一旦降りて確認してみましょう。おう、気をつけろよ。よっこいセット。あ、死んだな。お疲れ様。あ、この皮、深い。死んでたまるか、畜生。この低い段差に上がって、ボーラで拘束しましょう。あ、外した。クソエイム。また外した。ゴミエイム。よし、いい子だ。あとは我が新装備、麻酔矢を試してやる。ほほう、麻酔矢か。間違えて普通の矢売ってた。麻酔矢を装填するには、よし、これでいいかな。あら、死んじゃったわ。これ普通の矢だったんじゃね？でも威力はさっきより低かったし、普通に体力削りすぎてたのかな。前回のアプデでポイント振り直した際に攻撃力に振りまくった説があるのだが、レベル93のバカ力弓矢で肉食恐竜を始末してしまいました。ゆっくり霊夢です。笑えねえ。ほい、しばらく探すとまた発見、ユタラプトルを4匹も見つけました。もうなかなかの規模の群れですな。どうやらパラサウロロフスを集団リンチしてるみたいね。なんとむごいことを。あ、こっち来た。今度は私たちの番ってか。そうはいかないわよ。なんたってこっちは空を飛べるんだからね。こっちの島に移動して海を渡らせるわ。それはいい作戦だ。よしよし、黙々と泳いでるな。真面目ねー。てか右からはひときわ大きな鳥頭が泳いできてるぞ。これテリジノサウルスじゃないの？え、この鳥頭強いのか？鳥頭なんて悪口言えるような相手じゃないって、殺されちゃうかもしれないわよ。そんなにか、ならば一時退避しないとな。この島に来たら退避しましょう。なんか群れでこっちに泳いでくる姿が可愛すぎるのだが。本当に可愛いわね、早く捕まえたいわ。よし来た。退避、一発いただいてますやん。今のは敵の攻撃力チェックよ。体を張るな。よし、この辺で敵を観察するとしましょう。よし、それでは敵を気絶させていくよ。長くなりそうだったので8倍速でいくぜ。よし、弓が壊れちゃったけど、すべて気絶させれたわ。あとはテイムだな。水中だから溺死しないかが心配なんだぜ。それではテイム完了までカット。おい、テイムが完了しました。2匹か、つまり残りは。溺死してしまったわ。悲しいな。あと1匹テイムしてこないとね。3匹を目指しているのか？そうだね、そしたら人力さんも一緒に乗っていけるじゃない。確かに。それじゃあ、3匹目のテイムとレベリングをしてきます。はい、録画吹き飛びました。何を平然と言ってるんだ。ユタラプトルを1匹捕まえるはずが、
かなりの戦力増強とレベル上げをしてしまいましたよ、あはは。いや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 、もう過ぎてしまったからどうしようもないが、とりあえず、現状を説明。ユタラクトルを追加で捕まえた後、爆レベリングしました。ほいほい。その後ステゴサウルスを見つけたので最終要因として2匹テイムしました。その後爆レベリングしました。爆レベリングとは、そしてパラサウロロクスのパラリラ君が2匹になりました。両方ともテックでかつレベリング済みという、この中継拠点も相当賑やかになったな。そうだね、次回この恐竜たちと拠点紹介をするから、その時までお待ちください。いやーこんなに進行が早いと頭が追いつかないぜ。では最後にさっき捕まえたユタラクトルの性能を見てみましょう。まず、このユタラクトルは移動速度の速さの他に、ジャンプをすることが可能。恐竜がジャンプするのか。そうよ、だから多少の高低差なら問題なく移動できるよ。不整地な地形でも移動できるあたり、さすがだな。最高の移動手段じゃない？なかなかの快速だな。次に何かしらの恐竜と戦わせてみようかしら。ちょうどいいところにカメさんがいるぜ。ならあれと戦いましょうか。よし、ふっかけたわ。お手並み拝見といきましょう。こいつの攻撃は2種類あるみたいだな。引っかき攻撃と飛びかかり攻撃があるわね。凄まじい攻撃速度だな。ダメージの数値化を忘れてたのが申し訳ない。次回までに直しておくぜ。倒したわね。それにしても便利なやつだな。移動もできて戦闘もできるとは。それでは改めてこいつの攻撃を確認するわよ。まずは引っかき攻撃。次に飛びかかり攻撃。砂が舞うのもかっこいいな。そしてジャンプ中に飛びかかり攻撃をすると二段ジャンプみたいで面白い。なんだそのお遊びは。ジャンプの高さも少しは稼げるのかしら。よし、今回はこんなところかな。結果としてユタラクトルのテイムと大幅な戦力増強の経過報告みたいな動画になったな。次回は恐竜と拠点の紹介と、それでは次回のアークもお楽しみに。アスタラビスター。